石山坂峠は、福井県大井郡大井町内の福井県道16号、坂本高浜線にある峠である。標高280メートルの比較的低い峠である。平成の大合併以前は、福井県大井郡大井町と、同県尾入郡那田省村を隔てる峠であったが、両町村が合併した2008年現在では、町村境の案内表示などもなくその名残を見る、ことはできない。 峠には、現在、旧道直下を石山トンネルが通っている。なお、石山坂峠を通る旧道は現存していないため、このトンネルを石山坂峠と呼んで、差し支えはないだろう。旧那田少村域の勾配は、非常になだらかであり、山道という印象はあまり受けないが、旧大井町域では、勾配が急になり、センターラインも消え、ブラインドカーブの続く山道となる。 そのため、福井県道16号はこの峠の区間は、当期通行止めとなっていた。しかし、走行条件が厳しいにもかかわらず、冬季以外は車両が頻繁に通行している。ループ橋が完成し当期通行止めが解消された。福井県道16号石山坂ループ橋からの展望山の鞍部は通常、峠、古紙、坂などと呼ばれるが、この峠のように、 坂と峠の二つを関する名称は珍しい。ギガマップルデッカジチューブ北陸道路地図52校。ありがとうございます。